こんにちは、パルミーお絵描きラボ研究員の滝沢です。さて、パルミーでは絵を描くのが本当に中学校の美術の授業ぶり初めてですっていう方がたくさん学んでいます。その中で一番多いお悩みがこちら。ただの線すら描けません。トレスして描いてみようとしてもガタガタになってしまいます。こんなんで描けるようになるんでしょうかというお悩み、非常に多く寄せられるご相談です。結論から言ってしまうと、心配しなくていいよ、大丈夫、なんとかなりますということなんですが、今日はですね、この悩みからの脱出法についてちょっとお話をしていきたいと思います。まず最初に大前提としてお話をさせてください。まずですね、線が引けない、綺麗に描けないってお悩みの皆さん、まずですね、この絵を描こうとしているそのこと自体がまずすごいんです。そして描けないながらも実際に描いてみている、これめちゃめちゃ偉いんです。描きたいって思うことと描いてみたの間にはもう天と地ほどの差があります。たとえ思ったように皆さんが描けなかったとしても、描いたものは力に必ずなっています。これを続けていけば絶対描けるようになりますので、絵描いている自分すごい、今日も頑張ってる、とっても偉い、そういう気持ちを忘れずにやってもらえたらと思います。ここからは具体的な原因と対策についてお話をしていきます。まず一つ目が機材が問題のケース。特に多いのが板タブでスタートされた方。こちらマコモさんのインティオスの小型のものですけれども、こういったものを使って始められる方も多いと思います。で、板タブの場合はそもそも書く場所は手元なんだけれど、見る場所は前のモニターという、少し普通と違う書き方になるんですね。これって今までの人生で経験したことがない状況ですよね。この書き方、当然慣れるわけがないので、書き始めの方はそもそもこの動き自体に慣れていないというケースが出てきます。これに関しては意外とすぐ、まあ1ヶ月ぐらい使ってれば慣れるものなので、手元で書きながら画面見て書くの慣れないなーって思うかもしれませんが、そこはまあちょっと使っていくと慣れていきますのでご安心ください。で、もう一つがここのツルツル感ですね。まあ、最近のワコムさんのタブレット、結構ここザラッとした質感で、まあ、紙に近い感じにはなってるんですけれど、まあ、紙に書くのとは摩擦が結構違うので、まあ、ペンを手で支えにくかったりとか、ツルツル滑っちゃって書きにくいっていう感想を抱く方も多いかと思います。そういう時はこちらですね、ペーパーライクのフィルムみたいの貼ってしまってもいいんですが、まあ、板タブの場合別に画面がついてるわけじゃないので、こういうコピー用紙をですね、適当な大きさに切ってマスキングテープとかで貼り付けてですね、そうするとこの紙のいい感じのザラザラ感で、ペンが動かしやすくなったりっていうこともありますので、この摩擦が足りない気がするっていう方は紙を貼る、ぜひ試してみてください。 iPad や液タブを使われている方の場合は紙貼ったら画面見えなくなってしまいますので、摩擦が足りないと思う場合はペーパーライクのフィルム売ってますので、こちらを貼り付けてみてください。で、使ってるうちにですね、だんだんペーパーライクフィルムってよく書く部分が削れてツルツルになってくるんですけれど、まあ、よく書く中心付近がツルツルになってくる頃には、書きにくいとかそういうことは全然感じなくなってると思います。どうしても慣れないうちだと板タブで書くと線がガタガタになっちゃってまともな絵にならないっていうことは、操作に慣れてないうちは当然あります。よくあります。なので、その状態で無理に練習するよりは、ある程度思い通りに書ける、紙を使って紙に書くという形で練習するのもいいんじゃないかと思います。 iPad や液タブの方、そして板タブの操作にはもう慣れてるよという方でも、上手に線が引けないんだよとお悩みの方も結構たくさんいるんですね。で、そもそもですね、ちょっと考え直してもらいたいんですが、線が綺麗に引けないっていうのは、今まで絵を描いてこなかった方にとっては当然なんです。例えばちょっと考えていただきたいんですが、突然やったことない状態でピアノを始めた、指が動かない、突然ギターを始めてみた、弦を押さえるっていう、押さえるだけの簡単な行為なのにそれができない、当然だよ、慣れてないんだから、まあそういうもんだよね、練習しなきゃって思う方が多いと思うんです。でも絵って線を引くっていう行為は小学校の頃からずっとやってるんですね。字を書くために線を引いてきている、なのですごく身近な行為なんです。だから簡単に見えちゃうんです。日常生活で宅急便受け取ってサインする時ですら線を引いてるわけじゃないですか。それぐらい身近な行為なので、ついつい自分はできると勘違いしているんですが、絵のための線を引くという行為は、日常の中でやってきた字を書くとかそういった線を引く行為とは全く別の行いだと思ってください。だからできなくて当たり前なんです。馴染みがある行為だから逆にできないことに悩んでしまいがちなんですね。書けないと悩んでいる皆さん、つまり自分が書けないというスタート地点に気づいたんです。
ここからやることは悩むのではなく書くことです。じゃあどんな練習したらいいんだよ、ひたすら絵描けばいいのと思うかもしれませんが、これはですね、別の動画でちょっと絵を描く前の準備運動として紹介したいと思っているんですが、まあ、簡単な図形や線を引いてみるっていうのをやるといいと思います。腕の動きがいい感じになるので、その日引く線っていうのもちょっと柔らかくなったりします。そして最後に、綺麗な線が全てじゃないよということなんですね。絵を描くにあたって綺麗な線画が描けなくても問題ない描き方っていうのはいくつもあるわけです。塗りを重視して立体感を掘り起こしていくような塗り方をして、最後に線画をちょっと足して補強するみたいな塗り方もあります。さらに言えば、短いストロークでしか線が引けない、こうガサガサガサとつなげるようにしか描けなかったとしても、クリスタの機能で1本にしてしまうなんていうこともできます。綺麗な線が引けなくても良い絵を作る方法っていうのは何通りもありますので、いずれ弾けるようになるさとか、弾けなくてもいいや、描けるさぐらいにのんびり捉えてもいいと思います。あとですね、線がガタガタだったりうまく弾けないので、まあ、そもそも習ったことを復習して描いてみた、キャラの顔とか体とか描いてみたけど、線がガタガタでうまく描けてないから、そもそもいいのか悪いのかもうわからない、この状態で先の内容に進んでしまっていいんだろうかという、こういうお悩みもたくさんいただきます。結論から言うと、いいです。まずですね、書いたことが偉い。まずは1枚書いてみている。その事実がすごいじゃないですか。で、その分っていうのは、たとえ習った内容を反映できてなくても、その分はちゃんと上達してます。で、絵っていうのは、理屈を理解しても書けるようになるまでに、ちょっとタイムラグが当然あるわけです。これうまく書けてないけど、理屈は分かったっていうことであれば、次の内容に進んでしまって問題ありません。顔が書き方ある程度分かった、やってみてなんとなくうまく書けないけどなんとなく分かった、じゃあ次の、じゃあ髪の毛も含めて顔書いてみよう、上半身書いてみよう、こういうふうにやっていくことで、すでにやった内容のところをまた使って書くみたいに絵の練習ってなっていきますので、顔が上手に書けなかったから顔の練習でずっと足踏みしろなんていうことはありません。最初のうち線が引けないのは当然です。うまく書けないのも当たり前です。で、後からついてきますので、変なところで足踏みせずにですね、どんどん気持ちよく自分が次に進んで楽しいと思えるように書き進んでいってもらえたらと思います。最後に同じことなんですが、一つ言わせてください。皆さん、絵を描いてるだけですごい、めっちゃ偉い、描いてるだけで本当にすごいんですよ。偉いことですよ。これ誰からもやれって言われたわけじゃないし、強制されていないし、やらないと不利益があるわけでもないのに、自分の意思で絵を描いてるんです。そして上手くなろうとしている、趣味でこれができてるってすごいじゃないですか。本当すごいです。まずこのやるっていうところにたどり着ける人がそんなに多くありません。やれている、練習できている、描いている、そんな自分に自信を持ってもらえたらと思います。イラストって上手いとか下手っていう基準があるから、どうしても人と比べてしまったり、成長速度を見て落ち込んだり自信をなくしたりしてしまうことっていうのはあると思います。でもそういう分野だからこそ、ぜひやったことに対して自分で自分を褒めて、あまり深く思い悩まずに楽しく気持ちよくやれる範囲で進んでいってもらえたらと思います。このチャンネルでは、絵を描いている皆さんが少しでも楽になれるようなことっていうのを発信していければと思っております。気に入っていただけましたら、登録や評価よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。